父さんもお母さんも早くに亡くしちゃって、ずっとおばあちゃん、でもおばあちゃんのお葬式から帰った時、このアトリエがすごい広く感じてさ、悲しくて怖くて寂しかったんだ。今は大丈夫なんだよ。もうそれでも夜はちょっと寂しかったんだけど。なぜです今はプラフタがいてくれるから。夜になってもプラフタがいてくれるから一人ぼっちじゃないもん。だから最近は夜も全然寂しくなんかないんだよ。むしろプラフタと一緒にいられて楽しいくらい。本当にね、プラフタには感謝してるんだよ。ソフィーは寂しがり屋なのですね。違うよ、寂しがり屋なんかじゃないもん。ソフィー、安心してください。私はあなたを置いて。プラフタ、こんな寂しがり屋を一人に。ああ、また寂し、どこが違うという。もうろう、材料はどれにしよう。これでいいかな。どの釜を使おうか。よし、始めるよ。あ、これ、うん、いいね。これでいいかな。うん、できた。どの特性を引き継ごうか。これで大丈夫？これでだ。よし、完成だね。材料はどれにしよう。君のことをひよっこだと言っていたが、なかなかどうしてできる年金術。とにかくこれで人形劇をする。お役に立ててよかったです。あの、君は人形劇に興味。あ、はい、見たことないので一回見てみたいな。そうか、人形劇を見てみたいか。それはいい、ぜひとも見るべきだ。フリッツさん、人形劇は素晴らしいぞ。脚本家が作り出す緻密に計算され意向の妙が凝らされた物語、そしてそれを引き立てるは人形の所作により感情を表現する、その2つが合わさった時
人形はあたかも生を受けたかのように。あ、そうだろう、そうだろう。うん、ぜひ一度は見せてやらないといかんな。フリッツさんって。お、どの依頼を引き受け、ありがとう、ありがとう、ありがとう。いらし、どの噂を、その噂、どれ、それでいい、まあ、ソフィー、ちょっと、うん、いや、そんなに細かい傷や荒が、なん、それですぐに使え、在、あ、当たら
どんな武器を作りたいんだ？どの材料を使うのか教えてくれ。付けたい特性を選んでくれ。付けたい特性を選んでくれ。これでいいんだな。よし、完成だ。我ながらいい出来だな。どの材料を使うのか教えてくれ。付けたい特性を選んでくれ。これでいいんだな。よし、完成だ。我ながらいい出来だな。それじゃあ、足りなく それじゃ。どれを買っ。よーし、どこに行くんだい？